エプレレノン、エプレレノン、エプレリノーンはアルドステロン受容体喫抗作用を持つ、蛍光血圧治療薬である。商品名セララ。慢性心不全の補助薬としても用いられる国がある。心筋梗塞後の心血管イベントのリスクを低下させる。エプレレノンは、スピロノラクトンよりも、硬質コルチコイド受容体選択性が高く、性ホルモン受容体や糖質コルチコイド受容体への、 喫抗作用は小さい。そのためスピロのラクトンで見られていた、女性化乳房、月経異常などがエプレレノンでは少ない。エプレレノンはカリウム保持性利尿薬であり、血中カリウムを低下させずに水分を排泄させ。エプレレノンはファルマシア社が開発したが、2002年にファイザーが買収し、同社から販売されている。米国で販売承認されたのは2002年9月。 高血圧と2003年10月、心不全、日本で製造販売承認されたのは2007年7月である。欧州でも承認されている。日本で承認されている効能、効果は、高血圧症、慢性心不全である。エプレレノンは断罪、または他薬との併用で高血圧治療に用いられる。軽度、 中等度高血圧の患者417名の患者を対象にエプレレノンを8週間投与したところ、血圧とが共に容量依存的に低下した。エプレレノンの高圧効果はスピロのラクトン、エナラプリル、ロサルタン、アムロジピンよりも高いが、死亡率を低下させるか否かは判明していない。エプレレノンは、急性心筋梗塞後三から十四日の心不全及び、 左心室不全患者の死亡リスク低下に他薬と共に用いられる。他系統の抗質コルチコイド受容体気候薬に共通するカリウム及びマグネシウム枯渇を解消すべく構造が導入された。スピロのラクトンの代替薬としては最も効果である。分類 I4 の患者6632名を対象にエプレレノンを投与した。 エファス臨床試験と2位保分類 E の患者1663名にスピロノラクトンを投与したレイルズ臨床試験を比較した結果エプレレノンの方がプロゲステロン、アンドロゲン、糖質コルチコイド様作用が弱く効果の持続時間はスピロノラクトンの方が長いことが判明した下記の患者には近忌とされている重大な副作用として高カリウム血症が知られている 副作用は体内の水分、ナトリウム、カリウムの変動によるものが多く、主に心臓及び中枢神経系に発生する。臨床試験では、副作用は26.7%に見られ、主なものは頭痛、めまい、大きい、高カリウム血症、疲労、ALT 上昇、ガンマ GTP 上昇、消化不良、a s t 上昇、筋痙攣、高尿酸,酸血症等であった。 低血圧、めまい、腎機能変化、クレアチニン上昇も発生する、女性化乳房、勃起不全、性欲減退、男性機縮などの性機能に関する副作用が、スピロノラクトンよりも少ないのは、構造上、プロゲステロンとの類似性が、より低く、プロゲステロン作用、抗アンドロゲン作用が弱いことによる。これらの薬剤を考える際には、 アルドステロンのヒゲノム効果を様々に変化させることに注目することが重要である。エプレレノンは主に肝臓のシトクロム P450 のサイプ 3A4 で代謝される。従ってサイプ 3A4 を誘導、または阻害する薬剤と相互作用し得る。具体例を挙げるとケトコナゾールやはサイプ 3A4 阻害薬でありエプレレノンの 血中濃度を増加させるので併用禁忌である。エリスロマイシン、サキナビル、ベラパミルなどの併用にも注意がいる。ま、た大体児を、カリウムサプリメント、他のカリウム保持生理尿薬などカリウムの血中濃度を上昇させる薬剤との併用は、高カリウム血症を引き起こす危険がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。